やっぽりポニャシです。さあ、ポケモンカード GB 前回全クリをしたと豪語したわけですが、まだ倒してないキャラクターが一人おりました。今回エクストラとして番外編やらせてもらいます。時々発生するというイマクニというキャラクターをですね、見つけましたので、この後こいつに分からせてあげようと思います。はい、せっかくなんでね、その前に事前にデッキを組み直そうと思うわけですよ。さあ、全クリした時にね、手に入れたファイヤーとかをね入れて、最強炎デッキを今回は作ろうと思います。この炎をもたらすのファイヤーを1枚入れまして、ついでにね、このカミングサンダーで特殊能力を持っているサンダーも入れましょう。はい、さらに相手を麻痺にする特性を持つ、特殊能力を持つこのフリーザーも入れましょう。というわけで、圧倒的なパワーとなったスーパーフォーデッキを使って、代わりにブーバーをね2ぐらいに減らして対戦をしていこうかなと思います。はい、傷薬かな、傷薬減らしちゃおう。 OK。 さあ、これで今から最後にこの男を倒してポケモンカード GB 本物の最終回としたいと思います。最高。さあ、不思議な生き物イマクニデッキ。さあ、もちろん戦うのはポニータですよ。こちらは先攻後攻、まずはコイン投げで決めます。はい、先攻、よし行こう。山札からカード1枚引いて、炎エネルギーをポニータにつけるからの、大きな稼い羽ポケモン引きたい。よし、いけた。ウーバーをベンチに出します。ガーディーもベンチに出します。エネルギー転送を使って基本炎エネルギーを山札から1枚持ってきて、息を圧縮していきます。終わり。超エネルギー、普通次の相手の番の終わりまで相手プレイヤーはトレーナーカードを使えない。今回ポニータを使って戦っていきますよ。炎エネルギーをポニータにつける。いけ、炎の尻尾、炎の尻尾。さあ、どうだ。うわ、進化した。水エネルギーつけてきた。やばい、やばいぞこれ。ポニータがやられる、やばい。ポニータで勝ちたいんだよ、こっちは。エネルギーリムーブを使ってゴルダックの水エネルギートラッシュ。しょうがないね、ポニータ、やばいよこれ。終わり。20ダメージでこれだけです。いけ、ポニータ。このエネルギーをポニータにつけて真正面から行こう。炎の尻尾。うわー、破壊光線、破壊光線。ブーバー、トップ使おう。トップ使ってカモネギ、カモネギを呼び出しておく。終わり。え、来た、逆にお使います。やけにリアル、あなたの対戦ポケモンは混乱状態になる。また投げんの、すげえ。自ら4分の1の確率を絶対負けたくねえこんなやつに。ポニータ来ない以上ね、ポニータ来ない以上こっちはウィンディに炎勇気つけざるを得ないんだよな。終わり。うお、また使わずに終わったぞ。ガーディね、まあガーディ出すしかないか。炎エネルギーをウィンディにつけて終わり。来た、混乱。全然混乱しないね、やばい。鍋で叩いてきたぞ。こうブーバーを鍋で叩く。鍋来た。よし、裏、自分に来る。自分20ね、
子はウィンディに進化して、このエネルギーをウィンディにつけて終わり。裏、よしよしよし、これあれじゃない、カモネギ持っていけるんじゃない、このままカモネギこれ持っていけるかも。よしよし、じゃあもういっちゃう、これフリーザいっちゃうか。フリーザ出す。さあ、表なら相手をマヒにするという効果を持ってます。はいはい、マヒ。フリーザーの特殊能力でカモネギがマヒになった。終わり。相手はカモネギがマヒして動けない。え、相手のトラッシュから種ポケモンを1枚選び出し、相手のベンチを出させる。え、マジ、どうしよう。これでもポニタ復活したらポニタ使えるだもんね。しょうがない、じゃあポニタにエネルギーつけて終わり。ポニータがいる限りポニタは使うんですよ。裏、あ、麻痺したから治ったのか、混乱が。ここポニータいきます。ポニータ使えるだからね、ここは大きな博士を使ってずわっと7枚引いて、無色にこうエネルギーをポニータにつけてギャンブル行こう。サンダーを出す、カミングサンダー。さあ、ガンダムの1匹向こうのカモネギに入れ。うわ、ポニータがポニータが最初に食らったなんてこった。使おう、突風使ってゴールダックを呼び出して蹴飛ばす、蹴飛ばす、いこう。うわ、めっちゃコダック、これ裏、裏来い、裏来い。はい、表。まずいって、ポニータやられたよ。まあそしたらまあしょうがないね、ウィンディー行くしかないね。でポニータが今来たから、ポニータをベンチに出す。でベンチのポニータに炎エネルギーつけざるを得ない。男は黙って突進。さあ突進し、鍋じゃなくね、いや30はでかい、しょうがないね。ここは火炎放射使って50ダメージのカモネギを倒すと。スリーパーがやばい、ナイトヘッド、えぐい、これえぐい。このエネルギーをウィンディにつけつつ、プラスパワーを使って突進。90ダメージで自分も倒れる、これしかないでも。で、ここで炎を引く。よし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 。で、ここでポニータ行くしかないよ。うわ、エネルギーある、はたく。やばい、これやばいよ、マジで。え、ってか山札もないじゃん、やばい、マジでやばいぞ。え、負けんだけど、どうしよう。え、山札1枚あと、嘘でしょ。この尻尾、やばい、調子に乗って引きすぎた。懐かしいカードがたくさん登場しましたけれどね、5月3日に発売しましたチャンピオンロード許可拡張パック、チャンピオンロード、こちらもですね、結構懐かしいカードがいろいろパワーアップして入ってますので、ぜひ皆さんこの機会にポケモンカードゲームサウンドムーンシリーズも始めてみてください。
今回は以上です。ポケモンカード GB 皆さんお疲れ様でした。